失礼します。あ、サーヤたちも来たよ。ごめんね、遅くなっちゃって。ついに完成したんだよね。アリさん、早く見せて。待て待て、慌てんなって。今から見せるから。じゃーん。これが今年のパンフレット。ついに完成したんだ。まあ、まだ見本紙だけどな。けどまあ、ほぼこれで決まり。ページもかなり増えたから、ちょっと時間かかっちゃったけど、出来はかなりいいと思うぞ。リンコ先輩も出来上がり見て、すっげえ喜んでた。リンコ先輩にお礼言わないと、だね。一緒に先生に掛け合ってくれたって言ってたし。あ、この表紙って、サーヤが撮った写真じゃない?本当だ。朝みんなで早起きして撮った校舎だよね。自分が撮った写真がこういうのに使われるって、なんだかちょっと照れちゃうね。でも、すごくいい写真だと思う。朝日に照らされて、学校がすごく綺麗。生徒会顧問の先生も褒めてたぞ。来年も使いたいって。なんかあれが見えない？こうキラキラって。オーラ？そう、オーラ。さすがにそれは言い過ぎだって。あ、この屋上からの写真もすっごくいいよね。ここに写ってるのって商店街でしょ？お、よく気づいたね。ちょっと宣伝っぽくてずるいかなって思ったんだけど。ま、いいんじゃねえの。商店街もひっくるめて花女みたいなところもあるし。それもそっか。けど、こうしてみると花女のおすすめポイントってすっごいたくさんあるよね。花女に来てずいぶん経つけど、私が知らないおすすめポイントも結構あったな。あ、私これ好きなんだ。新しい出会いのある校門ってやつ。お、これ読んで私も入学した時のことを思い出しちゃったんだ。入学式の日、確か校門のところでサーヤとぶつかったよね。あったね。なんかその時のことをパーって思い出しちゃった。新しく入ってくれた子たちもこうやって素敵な出会いがあるといいよね。うん、そうしたら花女がもっと素敵な場所になりそう。っていうことはさ、多分これからもっともっと花女のおすすめポイントは増えていくってことだよね。あ、そうじゃん。あ、そういえば来週ウサギの赤ちゃんが生まれるよ。その子たちもみんな紹介しなきゃ。アリサ、次にパンフレット作るときは絶対上下巻にしなきゃ。その時は先生との交渉よろしくね、アリサちゃん。はあ、頼りにしてるよ。無理無理無理、さすがに上下巻は無理だって。つーか、お前ら欲張りすぎだろ。ねえ、そのパンフレットに載ってるみんなのおすすめポイントちょっと見に行ってみない？ああ、サーヤナイスアイディア。行こう行こう。ちょっと引っ張んなって。ねえ、まずはウサギ小屋行こうよ。ちょっと気をつけなよ。サーヤちゃんも行こう。私は新しい出会いのある校門を見に行きたいな。サーヤちゃんおすすめの。え、気づいてた？うん、もちろん。だって私たちはポピパだよ。わからないわけないって。まあ、そりゃそうか。じゃあ行こう。ねえ、かすみ、アリサ、おたえ、ちょっと待ってよー。